文化放送ポッドキャスト q おはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷佳奈ですえー、大きいネタに入りますすごいタイトルでしょうこうもう一発で気に入ったんだこの本のタイトルでクライブフィン,ン・レイソンでいいのかな白洋者から出ております 買い求めてる人は俺ぐらいじゃないかな。分厚 <laughs> <laughs> いんですか厚いの。はい。電話帳ぐらいの近さで表紙が、<laughs> あの、白人の青年がの横顔という。俺もう前からそうなんだけど、なんで人類がこの世界に残ったのかっていうのはもう、前から不思議なの。はい。中国人、韓国人と日本人は違うとかっていう本がバーっと並んだりなんかしておりますけども、じゃどこまで違うのか。 同じところまで遡ってみよう。そうするとやっぱり人類ということになるでしょう。はい、やっぱね、猿か人間かまで遡りますとね、なんか不思議な気分になりますよ。うん、よく生き残ったね、人間ってね。カナはネアンデルタール人って知ってますかまあ、詳しくはないですけど。あ、そこで、ね。<laughs> 知ってる、何を知ってるかっていうのはわからないですけども。はい。 もうあのー、あの人と私は違うなんて細かいこと言わず、どこまでもどこまでもどこまでも、パーッとこの人間というものを追い求めていくと、はい、一番最初の分かれ道、私とあの人は違うの分かれ道の最後に分かれた人がネアンデルタール人みたいね。最後の分かれ道にいるんですかうん、えー。なぜネアンデルタールの人々は滅び、なぜ私たちが生き残ったのか、すっごい知りたいと思わないうーん ネアンデルタール人が進化したものが私たちではないで,、ね、ではないんです。違う生き物になる、ね。はいはいはい。その辺がなんかちょっとまた不思議な、ね。えー、オランウータンと私たちぐらい遠い昔にこう枝分かれしたとだからネア、ネアンデルタール人を経由して私たちになったんではないんです。ないんです、ね。私たちは私たちの種からできた私たちなんです。はい。で、ネアンデルタールの人々は滅びていったという。なんかすっごい気にならないい。いや、不思議です。 ねえ。うん、この本の歌い文句、ネアンデルタール人と私たちの50万年史。ね50年とか100年前に遡ろうじゃないよ。もう歴史認識もクソもない。50万年まで遡ると、生きてるだけであんたは偉いみたいなもんで。うん、なぜ彼らは滅び、私たちはなぜ生き残ったのか。地球に存在した20種以上の人類の仲間。20種類以上いたんだってさ、人類の仲間が。うん その中で一番最後に滅びたのがネアンデルタール人。ではなぜ、それだけいた人類の仲間でたった一種類人、私たちは生き延びることができたのか。こう人類学者の第一人者が語る壮大な人類の物語。こういう文字が踊るだけでもう思わず圧倒されてし,しまうとう。はい。皆さんお聞きください。私たち人の仲間ってかつては20種類ぐらいいたんです。白人黒人黄色人誌なんて言ってる場合じゃないんですよ。 韓国人、中国人、ロシア人なんて言ってる場合じゃないんですよ。はい。で、なんでその中の一種類の私たちのみが生き残ったのか。民族ではない種の系統の人の資源、その始まりに遡ろう。おそらくそのことは、きっと私たちの無意識まで遡るような気がする。これに、すっごい今興味あんの。はい。この無意識っていうのに、私はえ。 私たちが持っている神話の第1ページ目はどんな世界だったのか、異世界の神にも見えたであろうネアンデルタール人と現世人類の神々の間に一体何があったのか、そんなワクワク感いっぱいで読み始めたんでございますかね。はい、まずはプロローグ。古人類学者は、古いと書きますが、古人類学者は書く語りき一般に信じられているのとは反対に歴史は繰り返さない。 この文句気に入ったな歴史は繰り返すと言われますが故人類学者は言います歴史は繰り返さない歴史はただ一回だけ起こることをずっとたどっていくという、はあ、二度とそこには帰らない、はい、一般に信じられているのとは反対に歴史は繰り返さない生き残ったものだけを見れば生命は絶えず発展を続けてきたと考えてしまいがちだ、はい だが、地球誕生の物語には、筋書きもなければ、当然の成り行きもなかったし、生命の物語を見ても、原始的なものから高等なものへ、直線的な変化は読み取れない。俺たちすぐに、だんだん進化してきたみたいに思っちゃうよ。えー、全然そういうことなかったんだって。えだってこう、社会や歴史の教科書を見ても、うん、だんだん進化してきたみたいな絵が書いてありますよ。あれは、振り返ってみるからそう見えるだけで。で、なぜ、 人は、この生き残ったのかなぜ進化したのかこれ先に結論言っちゃうと、はい、マグレ。あ、マグレの産物なんですね。俺たちは。はあはあ、俺たちはただのマグレで生き残った。これちょっとがっかりするけども、はい、でも、重大なことなんだね。うん、ネアンデルタール人が生き残って、俺たちが全部滅びても構わなかったわけ。地球にとっては。はい。 そのマグレは一体何がお、なんで起こったのか。そのマグレがね、なんで起こったのかを、これが皆さん。結構武田が見つけたんですが、面白いんですよ。<laughs> 武田が見つけたんです。<の> <laughs> 俺が見つけた。これは書いたこの先生も気づいてない。<laughs> 俺のみが気づいたマグレ。だからマグレは起こったんだ、つうマグレ。はい。はい。それをね、ずっとこれからね、旅していきます、ね。はい。もう100年や200年じゃない。<laughs> 50万年を遡りますから。 おおははよよううごござざいいまます水谷ですクライブ・ファイレインソンでいいのかな博士のえそして最後に、えー、人が残ったという白用者から出ておりますその本をテキストに、えー、人類50万年の歴史を振り返る100年や200年の歴史ではないという50万年を振り返るのだという。はい 壮大ですね。壮大で楽しいよな。この間、中井貴一くんが NHK で番組やってて胸ときめいちゃった。うん、あれやってたよ。漢字の。<ー>うん、今から4000年前よ。<ー>面白いなかという、あ、イン,インという国があってね。うん、その国がこうだんだん漢字を作っていく過程を中国の、あのー、歴史家の方と 高校学者の方と語り合いながら、うん、一文字一文字がどうやって生まれたかを。それまた今度ゆっくり話すね。はい、なんか遡るって面白いね。はい、えー、もう今回上りも登ったり、50万年まで遡りますから、えー、高校学者先生はこう語ります。大陸の移動、山脈の隆起、海岸線の交代、氷床の拡大、あの、氷の、あの、あれですね、氷山ですね。うん、それの拡大。 気候の変動といった環境の変化によって多くの種が死に絶え、その度に新しい種が生きる場所を獲得した。この辺は冷酷ですけど事実ですね。環境の激変によって種が滅びる。滅びた瞬間に新しい種が生まれるという。で、その新種の中に人類もいくらかいた。えー、その一つであるネアンデルタール人は、ある時期大成功を収め、ヨーロッパとアジアの地で、 三十万年の間命を繋いだ。これすごいね。三十、はい、万年、あの、ヨーロッパとアジア大陸に広がった、あの、人種なんですよ。はあ、で、私たち現生人類が地球上に、今いる時間よりも、ずっと長い年月いたんです、ね、うん、ネアンデルタール人が。はいはいね でもある時にネアンデルタール人は他の無数の生物と同じく絶滅した。うん、え知性を持った人類の仲間は絶滅するほど弱い存在だったのか、えー。大地を分かち合った私たちはなぜ生き残り、彼らはなぜ滅びたのか。はい。さあ、心ここがすごい話でございます。ヨーロッパの凍土、いてついた大地でございますけども、我々、 えー、人類は、ネアンデルタール人と、4万5千年前に出会ったはずなんですって。だから、すれ違ってんのよ、明らかに。うん、かなりそばで一緒に住んでたらしい。はい、ところが、著者はあ、そこではなく、さか、さらに遡って、6500年前まで遡る。どこまで行ったかというと、小惑星激闘2の大異変。これ、KT 絶滅って言うんですって。小惑星が日本、 あの、地球に激突して、ユカタン半島かなんかにぶつかって、うん、それの影響で恐竜が絶滅したってのは知ってますよね。って言われてますって言われてますよね。えーえー、そこまで一回さかのぼろうと。はい、いいですよね、この人の登り方は。はい、この絶滅から生き残りの動物たち。それが、えー、その中からやっと2300万年前に類人猿が出現した。彼らはどこで生まれたかというとアフリカなんです。だからもう我々は間違いなく、 ふるさとはアフリカなんですね。はい、その頃アフリカは巨大な島であった。遡るとすごいね。あ<ー>島だったんですよ。はい、で、その巨大な島に生息する猿。ね、それがですね、およそ、えー、1900万年前にくっついちゃうんです。うん、アラビアプレートとユーラシアプレートと激突してアフリカとアラビア半島という島とユーラシア大陸という島が くっついちゃうんですね。はい。これが際どく際どくつながったという。すごい話だと思うわね。俺ワクワクすんだ、こんな話。はい。俺この本読んでて一番メモクラワンバハリに、そう、なんかイマジネーション書き立てたところ。え、その時にですね、地中海とほらアラビア海ってあるでしょ。はい。これですね、どうもね、水がなかったらしいんですよ。 穴っぽこが開いてるだけでね、地中海じゃなかったんだって。アラビア海じゃなかったんだって。うん、なんかやっぱりくっついたり離れたりしたんでしょうね。はいえー、でもすごいと思わない、はい、地中海に水がなかったって、そんな風景見てみたいと思わないそういうまず歴史があります。そしてアフリカのルイン、はいえージンへ。これは2000万年前、ただの、えー、木の上で暮らす生活者であった。 で、彼らは弱くて森の隅に生きる生き物の、牙も爪も持たない。彼らは、えー、最適生息地の周辺に追いやられた敗者であった。これ、<ー>このあたり、ワクワクしません、はあ、あのね、その頃、アフリカはね、ものすごく豊かな森だったんですよ。はいね、森の島だったんですが、一番美味しい木の実なんかがいっぱい実ってる森の真ん中は、 他の獣、牙持ったやつが全部押さえてて、うん、我ら類人サ猿,猿どもは、牙も爪も持ってませんから、森の端っこの方に住んでたっていうね。はい、だから、我々は敗者と生き物として、最初に生まれたんです。はい、もう負けた生き物として。ね。で、我々は、強者、強い者が独占する完熟果実を諦めて、ちょっと、 生っぽいのをかじりながら細々と生きてたという。生っぽいのそれがね、今残ってるサラダを食べる習慣なんじゃないかな。<laughs> そうなんですかどうかなちょっと武田の勘ですけどね、<laughs> そうなんじゃないかなこの続きは明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。アフリカの類人猿我々の先祖でございますが、ねえー、ただの木の上で暮らす生活者で実に弱く木の上で暮らしているとはいえ、森の真ん中、アフリカの森の真ん中の一番美味しい木の実が実っているあたりは全部牙、爪を持った生き物が抑えてるんで、えー、我々の先祖である類人猿は、まあ森の端っこの方でひそやかに、しかもですね、売れ切って、 た果実は強いものに譲って落ちた青い実なんかを細々と食らってかじって生きていたという、はい、で青物を食べるというこういう習慣人間のサラダを食べる習慣っていうのはこの猿の頃の記憶じゃないだろうかと私が話しますとスタジオ全体が嘘つけという雰囲気に包まれたわけでありますが <laughs> ただカナダもご存じの通り、はい、青物に手を出すのは人類だけですよえっ、ー あの、カラス見てごらん。あれ、柿の実つっつくんだけど、売れるまで絶対つっつかないから。あ、そうです、うん、あのね、あの、真っ赤に売れたものしか手を出さないって言う。で、<ー>人間のみです。青物に手を出すのは。青いやつに手を出すのは。え、草食動物はあれ、も売れたものしか出さないでしょ。え、どうです青い柿なんか、俺、象食わないと思いますよ。 そういう青物か。そういう青物。人間っていうのは、まあ、もうもちろん、<ー>そら、あの、人間もね、真っ青な柿には手を出しませんが、とりあえず、完璧に熟してなくても手を、ちょっかいを出すのは、やっぱり人間ですよ。特に俺たち、タケノコ食ったりするだろう。はい。俺たちやっぱ相当貧しい猿の、あの、あれだよな。タケノコなんか今贅沢品ですよ。それが贅沢品になるんだから、<laughs> それと、あの、 あの、あれもそうですよね。ちょっと朝からなんでございますが、うん、あの、女性に関しても、人間ってのは、青物に手を出しますよね。青物って,って、こう、あれですか若い女の子ってう。そう、ありなんかよくわかんないけど、いやいや、なんかそれあるじゃないですか。<laughs> あれ、青物に手を出したがるのは人類の癖。人間に。すぎじゃないですか。い続けます。武田説も込みで、この説をお話ししていきたいというふうに思います。<笑><笑>はい、はい。で、まあ、ここに、まあ、絶望しかなかったわけですけども、でも、 この絶望の中でものすごい奇怪なことが起きる。これはクライブ博士がおっしゃってて私も感心したんですが、木の上で生きてたわけです弱いからもう下にいる虎とかそんな恐ろしいやにタイガーなんかに食われないように。うん、ところが、そのろくに爪も木馬も持ってないから、完熟の果実は取れない。地面に落っこって人が見向かないあの、他の獣が手を出さないやつは食えるわけで、それで、 木の,木の上と地面の往復を始めたんですって。拾って食うために。はい。この弱者の悲しいあの、あの、落ちたもの拾い食いが、この猿の股関節を全部柔らかくしたんだって。お股関節。うん。このね、股関節の柔らかさっていうのが、<ー>ものすごく圧倒的に後、環境が変化した時に有利になるんですけども、はい、えー。いいこと書いてますね、私はね。 落ちた好みを拾って食べるというその行為が人類全体の大きな希望を拾うという弱者の生命力、生存力をゆっくり増していったというね。 え、話がちょっと飛びます。この本はそういう本でございました。すぐ飛ぶんですね。だから何万年前を今言ってるのか分からなくなる。<laughs> もう本当にこの本結構苦戦したんだよ、私。ちょっとバランバラになるかもしれませんが、こういうことがありますな。イベリア半島、アフリカとの海峡の町、イギリス領、ジブラルタル。えー、1704年以来、ビクトリア朝、イギリスに転入、転出、出生、死亡が記録され続けている。300年以上にわたって人々の運命が このジブラルタルには記録されてるんです。食糧難、水不足、から幼児の死亡等々で人々が様々な不幸が襲った人々にね、300年のスパーンで見ていくと、ものすごく面白いことに、これ面白いね。皆さん目覚まして聞いてくださいね。武田興奮しております。300年統計を取ると、劣悪な環境に生きた人の方が、 なんかその、なんていうか、長く生き延びて子孫を増やしてるんだって。これ面白いね。劣悪環境に等しくさらされる時代、弱者こそ敵者となって生存し、生きていく可能性を高めるという法則が300年スパンでも確認できるんですって。はい。 えー、富裕層のコンサバティブは滅びやすく、弱者のイノベーターは不利を成功に結びつける力が増すっていう。はい、これね、カナさん、あれよ。飲料水なんかの問題よ。多少濁った水でも、貧しい層は内臓が強くなるんだって、それで。うん。ああ。まあそうですね。不潔に強くなるんだって。う 不潔に強いっては大事なんだよね。はい、ねえなんか、その弱者生き残りのその最高の方法として、劣悪な環境に耐えうる生存力っていう。それが環境が激変した時には、ものすごく重大な力を主に宿すという。これはね、ちょっとだから覚えておいてください。あのアフリカの猿も、 なんか木の上とか、あの、落ちたもの拾いに食いに行くっていう、つましいウロウロから股関節が柔らかくなるという、環境に適応する力。だから、食われるかもしれないけども、弱者の方が環境の激変に耐えうるんだって。時間いっぱいになってしまいましたね。この続きまた行きますぜ、皆さん。ついてきてくださいね。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。そして最後に人が残った人類史でございますね。巨大な、はい、巨大なテーマでございますが、ざっくり3枚におろしたいと思います。アフリカの類人園、我々の遠い先祖は約2000万年前、えー、アフリカという森の中で生活しておりまして、えー、500万年前。やっと近くなりましたね。五百万年前。500万年前。<laughs> この辺りで我々はチンパンジーと分岐したとここで別の阿弥陀の道をたどり始めたと。チンパンジーと別れて。この時に私どもの、チンパンジーと別れた私どもの先祖の人数はだいたい分かってるんですけど、5万から7万5千頭ぐらいだったってう。うん そこから増えていくわけでありますから。その頃でございますけども、えー、533万年前のことでございますが、えー、サハラ砂漠、これ大草原だった。はい、緑の草原だったっつうからすごいね。 うっとりしないこういう話。砂漠じゃないんです、ね、砂漠じゃないんですよ。で、あそこに大きな川が一本流れていたというね。<laughs> で、アフリカでもナイルなどの川があって、ええー、まあ、こう、み、湖があったらしいんですが、海にはまだ流れ込んでいなかったというね。地中海は海ではなく、海面から、すごいね。3000メートルえぐられた深い峡谷であった。3000メートル、深いですね。 俺、この辺もうワクワクしちゃうな。で、これ温暖化が進んだんでしょうね。ゆっくり海の水が増え始めて、川はじりじりと浸食を続けて、ついに、その、水位が海と通じ、その水は地中海に向かって、雫となって、滴り始めたという。はい。すっごいね。その最初の一滴が流れ込む瞬間って見てみたいと思わない地中海に。 最初の水が、バターンって、落ち始めて、3000メートルの、その、いわゆる、底に向かって落ちるという。もうなんだかワクワクすんな。で、それは、ずーっと、滴り続けて、ある瞬間に、石が崩れたんですね。はい、大西洋側から、ずーっと、水が流れ始めて、3000メートル下に落ちる、大爆風。 大きな滝となったという。それで地中海が生まれたって言うんですね。もうワクワクしないごめん。<laughs> しないか。俺<も>想像。ワクワクしすぎなんじゃないですかあ、そうか<ー>ごめん, <laughs> いいん。いいんです家族からどのくらい嫌われてるかなんかわかるだろう。<laughs> 女房に向かって朝から話すんだぜ、六時半から。すごいよ、地中海ってさ、谷だったんだぜ。最初の水がぽちゃんと落ちて、3000メートルの下によ。うるさい。 っていうね、でも俺興奮すんだよなでこの地中海ができたことによって気候が一変したというね、うん、これあの向こう側に山脈がありますんでねあのー、スイスあたりの<ー>あのーヨーロッパサイド側がその蒸気を育んで雲が発生して今度は向こう側が緑になり始めたってそれまではなんか大表現で氷の 一面のツンドラ地帯だったみたいですね。ああ。それがやっぱりこう変わっていったと。この海ができたことによって、今度は逆に、俺もちょっと理由はよくわかりませんけども、熱帯雨林に覆われたアフ、アフリカのサハラ一帯が、ゆっくりと森が縮んでいって、草原から砂漠になっていったというね。で、これがまた、この不幸が、またそのアフリカに生きている猿に苦難として、 襲うわけだよな。うんはい、これが、まあまあ、人類の始まりなんだ。森が縮むでしょ。縮むことによって草原が広がっていって、あの、ジャングルがなくなっちゃうんですよ。<ー>そうしたらあんた、あの、5万頭、7万頭いた、その、私ども、猿、人類という猿は、はい、もうあんた食うスベがなくなっちゃうん。はい、ただし前言ったじゃん。歩く準備だけしてたな、広いものを。あ、股関節が。股関節が柔らかいから、 それで草原の移動が早くな、あの、早くなって、うん,うん。えー、これは、い、あの、遺骨が、遺骨っていいのかな遺跡が残ってるんですけども、草原に降りた猿たちの中のラミダスって言うんですって。そういう初期人類が440万年前に出現。 後にまたあ人類の一種であります、レイクマン等々の種が次々に枝分かれしていって、まあ生まれては消え去り、絶滅してはまた種があ進化するという、その様々なあの新種の人類を生み出していく,るいくんですね。ラムダスとかレイクマンって初めて聞きました、うん。これはだから、あの、あれですよ、あのー、ネアンデルタル人と同じような人類の仲間です。で、この中にアベルとかルーシー、 ルー,ールーシーって知らないかアフリカでルーシーが見つかって大騒ぎになった。<ー>これ初期人類であります。はい、彼らは全部二足歩行で旅をする人類であったというね。うん、でも、私たちの先祖ではないんですよ。その枝分かれしてって。だまだ別、別人類なんですよ。うん、ね。で、アフリカのこの地で人類の種は何通りも生まれ、人類は一直線の進化を、もう繰り返しますけども、 たどったわけではない。様々に出現し、同じ時と同じ地域を生きて、その種の中から、その中の一人である、ホモ・エレクトス。あ、それ聞いたことある。これです。ホモ・エレクトス。やっと来た、はあ、これが先祖、はあ、まだ不幸が続くんです、この後。引き切れしてませんかそう、俺、ぜいぜい言ってんだ。<laughs> 大変なんだよ、50万年振り返るっていうのはね。はい。この続きは、出したのもないとの上で。武田哲也 今朝の3枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷和です。長い長い人類の歴史を3枚になんと大胆にもおろしておりますですね。はい、話が凄さまじい昔に、その遡りますが、えー、178万年前、東アフリカ、アフリカの右っかの方に、ついに私たちの先祖である、ホモエレクトスというね、えー、これはあの出現する。これはもうじ、はいわ、私どもの やっと先祖です。50万年の中で178万年前ですから、もう本当に地球から言わせてみると、おとといぐらいのことですよね。うん、人類が生まれたのは、えーえー。で、このホモエレクトスの歴史でありますが、これから非常にあの、 爪も牙も持たない、頼りない生き物でございまして、まあ森から追われまして、もう森なくなりましたから、地中海ができたおかげで、えー、北部の方のアフリカが砂漠と化しまして、密林は縮んでいって草原が広がるという。で、まあ、えー、股関節を鍛えてたおかげで、えー、草原を旅して彷徨う歩く弱い猿。それがホモエレクトス。えー、で、強い猿たちはと言いますと森を独占し、この、 で、森を独占した猿たちは、その後、どうなったかというと、絶滅するんですね、はあ。で、わずかに生き残った、森から、密林から出てこなかった猿で生き残ったのが、ゴリラとチンパンジー。ーあとまたいっぱいいたでしょうけどね。はい。また話がね、すごい飛びますけど、ちょっと面白い例で、この、クライブ博士が挙げてあるんで、触れておきますが、これまだ、その、アーシュ、 って言いますか別人類のあの痕跡ってまだ見つかってるんだってなえっと我々の仲間ではないんですか人類ではないけども、うん、これすごい話だけど、うん、ついこの間のことでありますか2004年<え>インドネシアフローレス島で仰天の発見オビットという 1m しかない小型初期人類の骨を発見だって。うん これしかもね、つい1万8000年前まで生きていたという、そういう痕跡があるんですって。ついって言われてもね。たった1万8000年前。あ<ー>まあ、人類史からするとものすごい最近絶滅した小型人類という種がいたんだと。魏志は人伝とかで知ってるいやー。あの、ね、山大国の場所を書いた中国の資料ですけど、ええ、あの中にも出てくるんだよ。 山大国から海で何日間行った時には、歯の真っ黒けの国、黒馬国があるとか、羅国があって、それから小さなホビットの国があるとかっていう、そういう文がある。で、童話の中には必ず出てくるじゃないですか。はい。その小型人類ってのが。もしかすると、本当に人類の中で目撃したものがいるのではないかと。 でとにかくこの、そして最後に人が残ったを読み返しておりまして、もうね、気候温暖化どこじゃないんだ。本当に地球って、もう何回も何回も、あの、気候変動を繰り返してるんですね。なん、なんていうかな。なんかこう、とはなる地球を我々は超いますけども、地球も生き物で、もう殺すときはみんな殺すんですね、生き物をね。 はい、残酷ですけど、その歴史なんですね、50万年史というのはね。え、繰り返し繰り返し地球は気候変動を繰り返している13から10万年前、10万年前、北アフリカと中東は温暖な緑地であった。皆さん、昔、あの、サウジとか全部あそこ、緑の草原だったんですよ、温暖な。その後、12万年に異常に乾燥し、その後、また雨で多湿になる。そういう変動を繰り返していたと。 で、もうその、こんなところでは生きていけないと思っちゃったわけだ、ホモ・エレクトスが。はい、それで、いよいよ出アフリカ。うん、人類の第一歩の旅が始まるんですねうん、うん。やっぱもうアフリカがだんだんこう住みづらくなってきて、それでみんな出ていったわけですね。はい、で、幸いなことに言いましたように、アフリカは島だったんですが、それがアラビア島とユーラシア島とくっついて、細い道ができておりますんで、 その渡ってててて歩いいいけたというねし書おります、えー、武田ですね武田はネアンデルタール人が登場するのを楽しみに待つんですがこの本はすごく読みづらくてなかなか出てこないんですって書いてます <laughs> 愚痴をね、えーえー、私も懸命にたどりますんで、えー、少し読み違いもあると思いますがお詫びしますうあそう書いてあるんですか、えー、なんかもう先に謝ったこと思ったんですよね <laughs>、はい、そういうことを書いてあります。 まあ、とにかく、50万年以上異なる遺伝的系統の道を歩み続けた種の偉人たちが私どもにはいる。で、4万5000年前アフリカを出た原生人類は、ネアンデルタール人がユーラシア大陸で、ええー、この広がっておりましたんで、そこで再開しているはずです。ポルトガルからアルタイ山脈、その広大な地域にネアンデルタール人は、その、 我々の先祖がアフリカを出た頃に先輩として広がっていたというね。うんえー、で彼らはやっぱりもうユーラシア大陸全部に広がって種としては大繁栄してたんですね。ところが彼らはこれね一説ですけれどもなんか、ね、身長2メートル近いぐらいの大男だったらしいんですよ。はい、で我々に比べ,比べても素晴らしい体格を持ってた。その彼らが なんで滅んでいったか。ええー。これがね、この博士がまた面白いこと言うんですえ、それ、来週。はい。これ、やっとネアンデルタール人が出てきたというところで、<laughs> 来週出てきますん、ね、で、ネアンデルタール人。楽しみにしてください。